岡田どこだここだここだどうも月曜グリーン岡田翔太郎でーす。ということでスペシャルウィークの、はい、やってまいりましたね。スペシャルウィークで第一発目、さっきディレクターさんにめちゃくちゃプレッシャーかけられてましたはい、どうもお願いしますということでね、おいしいランチはおやっちゃった。ランチといえば、まあ、あれですよね。もうあれしかない。さあ皆さんせーので言いましょう。せーの、ハンバーグということでハンバーグですよ。ランチといえばなの、それ。ランチといえばなんですよ。僕ハンバーグ大好きで有名なんじゃないですかあ、自負してるんですけれども、はい、やっぱハンバーグに行きたいということで、今回はこのね、TVK の近くに老舗の洋食屋さんがあるということで、もう絶対うまい、それは。はい、ということで早速行っていきましょうか。レッツゴースペシャルウィークバージョン。さあやってまいりました、野毛です。もうウキウキなんですよね、今本当に。あ、着きました、ここですね。洋食木村さんです。さあ早速入っていきましょう。失礼します。こんにちは。 TVK の猫の額ほどワイド月曜リポーターの岡田翔太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどういったお店なんでしょうか。そうですね、祖父である、初代から、父である2代目で、自分で3代目になるお店で、昭和の13年から営業してます。昭和13年。はい。ってことはもう何年ぐらいですか、今創業。大体80年ぐらいです、ね。おお、すごい。おかげさまでありがとうございます。僕23だから4倍4倍このお店は生きてらっしゃるんです。そうですね。すごい。もうずっとこの場所でですか。最初にあったのが花咲町っていうお店にあったんですけども、はい、平成に入ってからこちらの方が立ちまして、それからずっとこちらで営業しています。親子3代にわたって伝統の味を守り続けている洋食木村さん。定番のハンバーグ、そのこだわりとは。ハンバーグの特徴っていうのは何かございますか。そうですね、一番特徴なのが柔らかいっていうことと、はい、あと数十種類のスパイスが入っているので、それを混ぜ込んでから一晩寝かせて、一晩でまた翌日になってからお客様に提供するっていう形になってますね。それはもう完璧、もうこれでもうまいっす。これはもううまいです。よだれがすごいですレシピっていうのはものがあるんですか。レシピ本っていうのは正式なレシピっていうのはなくて、はい、父も祖父に料理を教えてもらえなかったそうなんですけど、父も僕に教えてくれなかったので、残ったものをちょっと舐めていただいたりとかして、あと父の仕込んでる姿を見て、今の形になるように、練習して作りました。特殊じゃないですかでも確かに何か料理人って感じはすごいそうですね、しますね。ちょっと違うと親父が無言で黙って直すんでそれまた怖いですよ初代から現在3代目のサトシさんまでレシピの修行はなく、調理の様子を観察し、自ら技を盗んでその味を継承してきました。たっぷり時間をかけて煮込んだデミグラスソースには、隠し味に自家製梅酒を使用、甘みとコクをプラスします。さらに数十種類ものスパイスを効かせたハンバーグは、一度焼いたものを一晩寝かせることでスパイスの風味をなじませて味に深みを持たせます。最後にデミグラスソースの海にくぐらせ、熱々の鉄板にのせたら完成です。お待たせしました、ハンバーグセットです。おお、熱々だ、はあ、最高。めっちゃいい匂い。来ました、最高のランチ。卵入ってるんですかこれ。その鉄鍋が貝殻の形になってまして。あ、本当だ。ハンバーグがホタテで、はい、卵が真珠を見立てて、それも先代からなんかこういう
何かあったんですか。卵ってカロリー高くて、はい、あの栄養がたくさん取れるようにっていうことで、はい、卵を落としたっていうふうに言ってました。じゃあいただいていきたいと思います。いただきます。え、切っちゃっていいのかな。いきます。そわそわするそわそわする。本当にうまそうだもん。うわ、柔らか。いただきます。絶対熱いね。おう、うまい、うまい、うまい。あ、すごい。え、溶けました今。溶けてなくなりました今。そうですね、柔らかさが売りなので。スパイスが食べるたびに結構香ってきましたね。はい、デミグラス甘いんですけど、はい、梅酒はそんなに隠し味ですか。やっぱほろ酔い甘さと香りが漂う程度に入れてます。主張しすぎず、でもうまさに引き立ってるみたいな感じですか。そうですね。飲みたいデミグラスを飲みたいです。本当に力入れてない。ナイフに本当に力入れてないんですよ、マジで。いや、うまいっす、マジで。これ白米、ほくほく。歯もほぼ使ってないですよ。舌で押すだけで食べれる。ただのご飯まで食べてきて好きだったわけじゃん。はい。の中でどうなの、自分の好みのあれなんです。めっちゃめっちゃ走るこれガチトーンのガチトーンのやつです。あのね、そのデミグラスソースがすごい、やっぱめちゃくちゃハンバーグに合うというか、どんどん声が小さく半分超えてきたから、そろそろ卵いっちゃいますか。割ってすくって、うわっ、いい色。もうこれだけで幸せですよね。半熟が一番うまいんですから、本当に。いただきます。うん、香りが本当にいいんですよね。品のいい香りっていう、ザ洋食屋のデミグラスソース。うん、これお箸でも食べれそうじゃないですか。そうですね、年配の方はお箸を出して、うん、そのまま、お箸で割って食べていただきます、ね、子供でも、お年配の方でも、すっごい食べやすいし、みんなハッピーになります完食いたしました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃうまかったです。もうまだいけます本当に満足、最高の満足です。ありがとうございます。はい、ありがとうございますちょっと待って、ダメだダメだ、ちょっと待って、これ怒られるわこれ怒られるわ。一回仕事モード入ります。ちょっと仕事じゃなかった違います。仕事な、仕事なんですけども、ゆったりしすぎました。木村さんがこれからやっていきたいことっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、どうでしょうか。はい、そうですね、作り手が代替わりするように、はい、やっぱりお客様も代替わりして、父や祖父の時に通ってくださった方がまたそのお子様と来て、でそのお子様がまた親になってっていうふうに代替わりすると思うんですけど、皆さんの思い出の味になれるようにずっと味を変わらないで、うん、お出しできればいいなと思ってます。今日食べたハンバーグをやっぱり皆さん、スタジオの皆さんにも試食していただきたいんですけど、持っていくようなことって可能ですか。できます。おし、これで怒られない翔吾さん待っててくださいね。ということで月曜日にお金ショートでした。じゃあねー。